ポッドウォーク。私たちは今明治村に来ています。博物館明治村は日本の近代化に力を尽くした人々の精神と努力の結晶を建築物という形で表しています。こちらが開村したのは昭和40年3月18日で、開村当時の移築建造物はたった15棟でした。現在では建造物は67棟に達し、博物館の敷地も2倍近くになり、東京ドーム約24個分に広がっています。今回私たちは明治の懐かしいグルメとともに博物館明治村の魅力をレポートします。森鴎外と夏目漱石といえば明治を代表する文豪ですが、不思議なことに実はこの2人同じ家に住んでいました。この住宅は明治20年頃建てられた建物です。森鴎外は明治23年から1年ほどここで過ごし、舞姫を書き上げました。それから10年後、夏目漱石もここに住み、吾輩は猫であるを書き上げたのです。暖かくて懐かしい感じのする家です。意外と低いですね。男の人だと頭が当たりそうです。明治時代の人は大丈夫だったのでしょうか。当時の中流住宅といっても、今なら少し田舎に行けば見かけそうな家です。それでも、障子にガラスを入れるといった西洋化が見られます。ここは、明治維新で活躍したあの西郷隆盛の弟、西郷嗣道が東京に自宅として建てたものです。来日中のフランス人建築家レスカスによって設計され、半円形に張り出したベランダや手すりなどのデザインも素晴らしく、また耐震性を高めるための工夫がなされています。さすが公爵って感じです。西郷嗣道は明治政府の中心にいた人物で、海外に視察に出かけることが多く、外交官との交流も多かったようです。そのため自宅に和風の本館を作り、本館と少し離れてこの洋館を接客用として作りました。中には海外から取り寄せた様々な調度品が飾られています。室内は天井が高くティールームもあります。毎日素敵なダイニングでパーティーが行われていたんでしょうか。食器は当時も評価の高いのりたけチャイナです。明治6年、200数十年続いてきたキリスト教禁止令が解かれました。聖ヨハネ教会堂は明治40年、アメリカの建築家ガーディナーによって建てられたプロテスタントの教会堂で、中世ヨーロッパの教会のデザインが取り入れられていますが、地震の多い日本の風土に合わせて1階部分がレンガ造り、2階が木造になっています。
ロテスタントの教会では豪華さが見られないのが普通ですが、こちらの建物は華やかです。レンガ造りと木造の調和が取れていますね。なぜか懐かしさを感じるのは日本の建築方法が取り入れられているからなんです。1階は日曜学校や幼稚園、2階は礼拝堂として愛着を持って使われていました。明治村に移築保存された昭和40年には国の重要文化財に指定されました。移築後は木製の遊具を置いて子どもたちのプレイルームとして開放されています。通りでは明治の町屋の雰囲気を味わうことができます。東松家住宅は商家として名古屋に建てられた珍しい木造3階建ての建物です。1階は左側が土間、右側に店と座敷があります。土間の上が3階まで吹き抜けになっていて、高窓から明かりを入れています。2階3階は住まいのために使われていました。この中井酒造の建物には西洋の影響がなく、京都の町屋の日本的な形を残しています。少し猫背のようにカーブを描いている特徴的な屋根はむくり屋根と呼ばれています。いただきます。外はカリッとしてて中はピリ辛で、さすが食道楽のカレーパンって感じです。美味しいです。外はカリッとしていて、中はホクホクで美味しいです。